お世話になります、ひとりでございます。冠の雪原ではダイマックスアドベンチャーでネクロズマを捕まえてピオニーに見せると、プリズムポケモンネクロズマ、その割に黒ずんでてプリズムのかけらはねえぞと言われて、伝説のメモがクリアとなるんですよね。ではピオニーに色違いネクロズマを見せたらどうなるのでしょうか。色違いネクロズマは紺色、ネイビーっぽい色で黒ではありませんので、黒ずんでてのセリフが変化するのでしょうか。それとも全く違う色違いだけの場合の特殊な演出が起きたりするのでしょうか、という趣旨のコメントを視聴者さんからいただき、私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回は色違いネクロズマをピオニーに見せたらどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあまず伝説のメモをゲットするところまでまた進めました。クリアまでねめっちゃめんどかったわっていう感じなんですが、ここでまず渡してね、まだ進んでないよっていうことをここで証明しておきたいと思います。シャクヤちゃんと家族交流できてるぜっていう感じで、最初に伝説のメモを、渡すところですね。これで、イベントが起きますと。伝説空を追うウルトラな穴伝説。これでこの後にネクロズマを捕まえて見せると特製パッチうんぬんがもらえたりするわけでございます。まあ、これを色違いでひたすらやっていくわけですね。まあ、やり方についてはとりあえずまだネクロズマ固定してないので、別のノームと通信してまずは固定してから、あとはね普通にみんなで挑戦のマルチプレイでやっていきたいなと思います。はい、これでやっていきましょう。なお今回は光るお守りある状態でやっていきたいと思います。まあ、特にね色違い確率とかは別に今回の検証とは関係ないですけど、一応ね。よし、初回頼むよ。惜しかった。はい、ネストボールでゲットアウト。いや、一発目来てくれ、頼む、来てくれよ、来い。あい、ダメか、さすがにダメだよね。それは無理だと思ってるよ。いやー、もうこれ何回もやって頑張っていくしかないですね。よし、ここで記録しといて何度も何度もやりましょう。まあ、こっからはねみんなで挑戦でインターネットつないでやっていこうかな。あ、そっか、これできねえんだ、任天堂スイッチオンラインできないから。いやー、だからマルチでやるか。色違い厳選はこんな感じでやっております。あっちに1台、こっちに1台あってですね、ここでアニメ見て、で手元はポケモン GO をやって、さらにのモンスター飲んでスコーン食いながらというね、もう超並列していろんなことをやっております。あっちでは撮影ですね。皆さんも参考にしてみてください。ようやく初めて来ました、色違いネクロズマじゃないけど、いや今25時間ぐらいかなやって、ようやくネンドール1体ですね。色違いめちゃめちゃ確率低いですね。今だいたい60匹ぐらい捕まえて、だから出会ったポケモン数としては 60×4 でだいたい240体ぐらいあってますから、でこれ光るお守りありですからね。でもちろん光るお守りがないサブロムの方では1体も出てないんで、マジクソちょっと運悪いっすね。でネクロズマは出てないんで、まあ肝心なところはできてないんですけど、まあとりあえずネンドールだからラッキー。なんか中途半端なマイナー的な感じのポケモンの色違いは結構嬉しいからね、私的には。王道系より、まあとりあえずいいわ。おお、来た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 、ようやく来た、ようやく来たぞ、ようやく来た、すげえ、マジか、やっと来た、めっちゃ時間かかった、ようやくだ、マジか。いや、これ何時間かかったんだろう、合計で30時間ぐらいかかったかな。なかなか渋いっすね確率。プリズムアーマーのそれでサイコカッター、チャージブーム、パワージェム、ボディーパージか、それで勇敢の性格、マックス大サーナで2023年3月30日めっちゃずれてるけど、まあそんなもんです。よし、これちゃんと連れ帰るぞ。こんな感じでいますので、いいね、やっぱり青いね。ネクロズマ連れて帰る、オッケー、いいよ、これでマックス功績ゲット。よし、レポートしっかり書いたぞ、オッケー、来たぜ。今回やったポケモンの数、このボックス18のやつ全部と17と16
でございますので、大体80ぐらいですかね。ですから光るお守りありで確か色違い確率 1% らしいですので、まあ、100回に1回出るわけですよね。78回目にようやく色違いネクロズマ出たということで、まあ、結構まあ、運は良くなかった方っていうことですね。で、1回あたり20分時間かかりますから、だいたいね。で、約80体として、だいたい26時間半ぐらいですかね。結構時間かかっちゃってる時もあるんで、まあだいたい30時間ぐらいで、そんぐらい時間かかるっていうのは結構やっぱきついっすね。いや、しびいな、本当に。いや、色違い厳選ってこんなだるいんすね。しかも、こんだけやって、サブロムの方、一体も色違い出てきてないですからね。だから光るお守りなしでやったら、もう終わってたわっていう話っすよ。今回ね、私光るお守り、集めるためにこんな感じで全部のポケモンね、図鑑順番にね、完全に順番にはなってないですけど、大体の感じで、揃えましたので、これやるのにもね1日ぐらいかかったんで、多分15、6時間ぐらい多分ねかかったと思うんで、それも考えると50時間ぐらいかかったかな、合計で。いやー、これで色違い2匹しかもネンドールとネクロズマっていうね感じでした。で、ここが本番じゃないので、本番この先にございます。本来だったらネクロズマ普通に見せた場合、あの黒ずんで見えるなんかプリズムなんちゃらなんちゃらとか言われるわけですね。で、今回はどうなるかってことを確認していくわけですから、まず改めてネクロズマの色を確認すると、青っぽいですよね。青って言ったらコンって言った方がいいのかな。はい、ということでこんな感じで、明らかに、ま、黒ずんでるとは言えないですよね。青というか、なんつうんだろう、これ。あの、紺色っていう感じですね。ですから、これを黒ずんでると表現するのはちょっと無理があるっていう感じの色だと思います。ま、ですので、ま、とりあえずこいつね、見せていきたいと思います。今手持ちにおりますので、はい、このままピオニーさんに見せていきましょう。いくぜ !3、2、1、GO! はい、進むのは進むよね、そりゃ。おお、隊長、伝説見せてくれんのが、ムン、なんか言うか、謎のモミモに映ってたポケモン捕まえてきただと、チート見せてくれよ。プリズムポケモンネクロズマ、その周りに黒ずんで、おい、黒ずんでねえよ、黒ずんでねえよ、こんずててにしてよ、それ。それおかしいよ、言葉。だってこっちさ、紺色っていうかさ、そんな感じなんだから、こんずんでてとかじゃないとおかしいでしょ、絶対。それかさ、まあ、せめて紫ずんでてとかさ、それかネイビー色だからネイビーずんでてとかさそういう風にしなきゃダメだろ、おい。見えてんのか、こいつ。プリズムのかけらもねえぞ。確かにこいつはプリズムのかけらもねえぞ。何、別世界から光を求めてやってきたか。まあ、それは合ってるかもしんないけどね。ピカピカ輝く健康人になれるはずだね、頑張れよ。てなわけで伝説の目を出してみな。おい、普通に進めんなよ、こっち色違いなんだから。なんか言葉あろうぜ、ちょっとさ。そこはさ、ずるいよ。ここも一緒だね。色違いに関してね、言及するってことはないのか。調査協力のお礼、ぜひ受け取ってください。もう調査協力以上のね、なんかことしてるよ、こっちは。もう、借り尽くしたよ、もう。調査し尽くした、もう。そこの巣を荒らすぐらいにもう戦ったからさ。もうちょっと、なんかくれよ。つうかさ、ピオニーの歯、黄ばんでる?めっちゃ。今気づいたんだけど、ピオニーの歯傷んでんじゃん。やばいでしょ。これからも活躍楽しみにしてるぜ、隊長。もう、俺にこれ以上求めないでくれ。はい、ということで、終わりま、ここでまた見せたらどうなんだろう。なんて言われるかな。どいつを見せてくれんだ、ネクロズマ。プリズムポケモンネクロズマ、その割に黒ずんでて。だから、こんずんでて、もしくはネイビーずんでて。にしろよ、お前。ということで、検証結果。色違いネクロズマをピオニーに見せたら、見てくれない。でした。これはまたツッコミどころの多い結果となってしまいましたね。以前別の動画でネクロズマを逃がした場合を検証しましたが、その際も同様の黒ずんでてのセリフを言われたので、ネクロズマの図鑑を見せてるんではないかと考えていましたが、他人さんのネクロズマを持っていた場合は進めなかったので、図鑑を見せているわけでもないと分かり、で、色違いを見せた場合は全く関係ない色について言及していましたから、ピオニーは本当に一体何を見ているんでしょうかね。多分何も見ていないのでしょう。30時間以上かけてせっかくね、黒ずまない紺色ネクロズマゲットしたのに見てくれないなんてひどいよ。